アーティストです、横浜出身のアーティストで、草加純一さんをご紹介します。光の、スマートイルミネーションなんですが、彼自身が実は、アーティストでございまして、なんで彼が光のアーティストかというのはもう間もなく明らかになります。先にご挨拶にしますか。はい、先にご挨拶と、自己紹介をしていただきたいと思います。皆さんこんばんは。こんばんは。今紹介いただきました、草加と申します。横浜の鶴見の方に、今住んでおります。まあ、こういう格好をしておりますけれども、私は一応アーティストです。東京芸術大学、大学院を、卒業しています。そしてなんと、私はこの隣の駅泉野の ある、松陽高校出身です。イエーイということで、こちらの方には、馴染みがあるので、今日は皆さんと一緒に光で輪を作っていきたいと思っています。よろしいですか。服は人と人をつないでいく。私にとってこの光っていうのは、コミュニケーションだと思ってます。時間のある限り、私と一緒に、例えば写真を撮ることも OK です。そして、時間を区切って、今日はその皆さんと光の輪を作っていく、パフォーマンスをします。後ほど、よろしくお願いします。ありがとうございました。アーティスト、芸術家っていうと、まあ、絵を描くのが特別上手な人って印象ですけども、最近のアーティストはいろんなことを、まあ、やるということです。まあ、光も扱うし、環境のことも教えてくれるし、皆さんと創作体験もするということで、まあ、時間が今日8時までということですけれども、まあ、寒くもなってまいりましたので、風邪をひかないように、あと足元が段差がここたくさんありますので、転んで怪我などをしないように、皆さんと楽しみたいと思います。今日はどうもありがとうございました。岡田様、アーティストの皆様、ありがとうございました。本日は20時までスマートイルミネーション泉を開催しております。ぜひ光の作品を体験し、心温まるひとときをお過ごしいただければと思います。一緒に写真撮ってもいいよ。Thank you.
撮れない人